안녕하세요. 그래프TV입니다. 오늘은 하카타의 부엌이라고 불리는 야나기바시 연합시장에 왔습니다. 지난번에도 한번 왔던 적이 있긴 한데요. 사실 제가 여기를 뭐 거의 2주일에 한 번씩은 오는 것 같아요. 집에서 걸어서 금방이기도 하고, 여기 오게 되면은 이제 맛있는 것들이 많이들 있거든요. 그래서 그런 거 사다가 낙하산 쳐다보면서 막 이렇게 먹기도 하고, 그렇게 하는데, 오늘도 좀 소풍 아닌 소풍을 가보고자 야나기바시 연합시장에 왔습니다. 그러면 시장 들어가서 먹을 만한 것들 뭐 있는지 한번 살펴보겠습니다. すみません、これ一つください。どの部お刺身、こちらでよろしいですか。はい。はい、500円になります。はい。あ、はい、先に。1500円のお返しになりこれます。ちょっと察知していいんですか？あ、いいですよ。お持ち帰り時間かかります？いえいえ、そんなにかかりません。あ、じゃあ氷大丈夫ですかあ、ね、大丈この夫です。ままで。まあ、寒いから大丈夫です。じゃあ、まあ、そうですね。ありがとうございます。いはい、ただきまどうもありがとうございす。ます。はい。これ一つください。はい、100円ですね。あ、安いな。100円ですか。はい、この手前の分ですね。はいはい、はい、このまま。あ、このままでいいです。はいはい、ありありががととううごござざいいまます。す。これちょっと写真撮ってもいいですか。あ、すいません。ありがとうございます。はい、どうも。はい、すいません、焼き鳥2本いただけますか。あ、はい。これは何ですか。豚です。あ、それで2本です。これちょっとまだあるぞ。入れますか。はい、はい、お願いします。ちょっとこれ撮影していいんですか。これ作っていいですか。すみません、お願いします。いくらですか。200円です。200円ですか。はい。あ、はい。安い。すいません。申し訳ないです。すみません。ありがとうございます。いただきます。
이렇게 야나기바시 시장에서 먹을 것들 사왔고요. 그래서 오늘은 이 사온 것들을 수상공원이라는 곳에서 먹어보려고 합니다. 수상공원이 간단하게 이제 영상으로 보여드릴 건데요. 여기가 굉장히 좋은 스팟이에요. 왜냐면은 이 수상공원이 올라가면 나카스강이 전부가 다 보이거든요. 그러다 보니까 그 뷰가 굉장히 좋습니다. 그래서 그런 뷰를 보면서 자주 먹곤 하는데 이번에 한번 보여드리고 싶어서 이곳에 와서 먹는 걸로 영상 한번 촬영해 봤습니다.